すみません、こんなの見ませんでした？いや、知らないね。そうですか、どうも。エド、とにかくアルを見つけてよく話し合うしかないでしょ。エド、怖いんだ、俺。ずっとアルに聞きたいことがあって、でも、それを言うのが怖いんだ。それって、あいつは俺を。でも話さなきゃわからないことってあると思う。